ジェフ・バックリージェフ・バックリーは、アメリカのシンガーソングライター。カリフォルニア州アナハイム出身。水泳中に30歳で歴史。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第39位。旧首の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第10位。父親は1960年代に活躍していた歌手、ティム・バックリー。 8歳の頃に一度だけ会って、以降は麻薬の過剰摂取によるティムの死去まで会うことはなかった。母親はマリー・グーバート。誕生時、ジェフリー・スコット・バックリーと名付けられたが、後に母親がロン・ムーアヘッドと再婚し、スコッティ・ムーアヘッドとして育てられる。父親の死後、バックリー生を継ぐことを決め、さらにもともとミドルネームであったスコットから本来の ジェフを名乗るようになり、ジェフ・バックリーとなった。母親がピアニスト兼チェリストであったため、音楽的には非常に恵まれた環境にあったと、バックリーは10回している。初めて買ったアルバムは、レッド・チェッペリンのフィジカル・グラフィティで、キスなども幼少の頃のお気に入りであった。高校に入る頃には、プログレッシブロックやジャズ、フュージョンを愛好するようになり、高校では、 ジャズバンドに所属していたという。高校卒業後、ハリウッドに移住し、音楽学校、ミュージシャンズインスティチュートに入学。一年の過程を修了した。その後、バックリーはホテルで働きながら、様々なバンドでプレイすることとなるものの、目は出ず、また後に知られることになる美声も、この時の彼には、せいぜいが、コーラスイしか歌う機会がなく、認知されることはなかった。 1990年にチャンスを求めてニューヨーク入りするも思ったほどの機会は与えられず、その年のうちにロサンゼルスへと帰ってくる。帰省後、彼はレコード会社に自分を直接売り込むため、父親の元マネージャーに連絡を取り、デモテープを作成した。バビロンダンジョンセッションズと名付けられた彼の初めてのデモテープは当初脚光を浴びることはなかった。その後、 ニューヨークのティム・バックリーのトリビュートコンサートにティム・バックリーの息子としてコンサートに出演。その日のコンサートは彼のキャリアにとって大きな一歩となる。結果として彼に成功するきっかけを与えたのが幼少の頃一度あっただけの葬式にも出席しなかった父親であったことは大いなる皮肉であった。後にバックリーはクラブなどでライブ活動を展開。 徐々にその名を浸透させていく。1992年、ついに、コロンビアレコードと契約。当時、ライブ活動の拠点としていた、ニューヨークのイーストビレッジにあるクラブ、シンエでの弾き語り演奏を収録した、ライブアットシンエを1993年12月に発表する。1993年の夏から、グレースの制作を開始。 1994年9月に発表となる。当初の売れ行きは、さほどかんばしくはなかったが、ジミー・ページや、ロバート・プラント、エルトン・ジョンなど、各界著名人から高評価を受け、その後押しを受けてセールスも伸びていった。1995年1月には、来日公演を行った。その美しい歌声から、天使の歌声と称され、また類まれなギターの演奏テクニックから、 メディアの注目を集めるようになった。1997年5月29日夜にミシシッピ川で泳いでいた際に溺死。彼は友人とリブとビールの食事をした後、ドライブに出かけブーツを履いた状態で川に入り、レッドチェッペリンのホールロッタラブを歌いながら泳いでいたが、同行者が目を離した瞬間に姿が消えた。地元警察らによって、 捜索活動が行われたが発見できず、5日後の6月4日に地元住民が遺体を発見した。当時、セカンドアルバムの制作中であった。溺れた当時は酒を飲んではいたが、ドラッグを使用した形跡や遺書等はなく、事故死であろうとされている。遺体は5日後に発見された。後に、彼が双極性障害を患っていたことを親しい、物に漏らしていたことがわかり、 自殺説も囁かれたが、普段のジェフ・バック・リーは、モノマネや冗談を言い、漫画のようなユーモラスなキャラクターになりきることがあった。ブーツを履いたまま川に飛び込んで、ホールロッタ・ラブを歌いながら泳ぐという突飛な行動は、普段の彼にとって、特別珍しいものではなかったという。スタジオアルバムは一作だけだが、死後に制作途中だったアルバムの楽曲や、未発表曲、ライブ音源などが、 現在も発表されている。2007年にシングルカットされたハレルヤが全英シングルチャートで2位を獲得した。ありがとうございます。